ちゃん、こんにちは。ひろかさん、なんだよ、負けられない勝負が、負けられない勝負がやってきたよ。ここのチームにもあります。いや本当になんか侍ジャパンも負けられないって言ってるけど、はい、俺らも負けられない。負けられないですよ。なんか里崎チャンネルなんかお茶、キキお茶やったらしい。そうなんですよ。なんかキキなんちゃらってあの里崎さんのチーム結構やったりしてるじゃないですか、うん、覚えてます？我々里崎ちゃんチームと最初あのコーラの一気飲みしたりとか、うん、食パンをそのまま食べるとかやったな。対戦しましたけど、はい、今日は豊さんと対マンです、うん、お前お茶自信ある？私ね、お茶自信あるんですよ。いや俺もめっちゃ自信ある。なんでかって言ったら、俺あの創建美茶がすごく好きだったんだよ。はいはいはい、はい、それから綾鷹に変わってんだよね。はい、多いお茶っていうのは、はい、これはあのもう昔からあって ありますね。あの、うん、学生の時から飲んでたんだよ。そんな古くからありました？学生の時から。そんなですか？お前学生ってお前大学生ぐらいだから、うん、まあ40年ぐらいかそう。いやいや、あったって。ペットボトルなかったでしょ、豊さん。ペットボトルはあったと思う。ギリギリ。なんだお前それアルミ缶じゃないですか？いやいや、アルミ缶じゃないよ、はい、あったんだよ。はい、で、イエモンは？イエモンはね、これ新しくない？一番ど、あ、まあ新しい風ですよね、この2つは。で、一番飲んでないのがイエモン。あー、うん、創建美茶が好きで飲んでたんだけど、綾竹に浮気した。はい、ね、で、これはもう昔から飲んでる。なるほど。私はここに来ると絶対に伊右衛門飲むんで、伊右衛門の味は絶対わかります。あ、そうだな。そうなんです。レッドブルじゃないですか、豊田さんとか。水とか。レッドブルじゃないよ。お水違うでしょ。モンスターです。モンスター。あ、モンスター違うんだ。モンスター、すいません、モンスターですよね。そうそうそう。私ここでこれ飲んでるんでわかります。で、創建美茶は独特な味なんでわかるんですよ、うん、で、あのね、あ、まあ、ちょっとヒントになるから言わない。え、いや、ヒントになるじゃない。そうですよね。なので、まあ、綾鷹がちょっと微妙で、はい、多いお茶分かります。これ千柳やってんで、うん、多いお茶って。いや、味だぞ、お前。え、千柳をどうのこうのじゃないって。味でしょ。ね、多いお茶ね、若干これらに比べるとちょっと薄い気がするんですよ。誰が？味が。多いお茶紙じゃないです、味が。じゃあ行きましょうか。もう勝った、お前に。なんで？いや、間違いなく勝った。そう、コメントがもう間違えるコメントだもん。間違える。まあまあいいけどね、はい、やってみる。じゃあやりましょう。はいはい。これ目隠しです。あ、負けたら罰ゲームでしょ。負けたら罰ゲーム。罰ゲーム。なんかどこから声が聞こえてんだろなんか見張られてんな、おい。聞き覚えのある声が。え、最弱王って誰だ？袴田さん、はい、だったんですよ。で、これ負けたら、お前目つぶってんの今。開けてます。なんだよお前負けた方が最弱王と対決してくださいよ。え、最弱？最弱王は本当に微妙なギャグをしたんですよ。なるほどね。なので、だからほうれん草とか抜かしてたな。そうそうそう。で、なんか創建みたいなのやってたんで、もう一回袴田さんのギャグが見たいんで。あ、分かった分かった、はい、これ僕一回やってるんですけど、はい、綾鷹を綾鷹だと思って待たない方がいいです。え、どういうことですか？いやいや、純粋な気持ちが待ってりゃいいんだろ。はい、純粋な気持ちで。いやいや、そうですよね。そうそうそう。はい、一杯目いきます。はい、あ、この、あ、はい、こちらが一杯目。匂いは嗅いでいいんですか？はい、もちろんです。あ、あ、うん、分かった。はい、あ、これを覚えとかなきゃいけない。もちろんです。はいはい、最後の最後で。これはあのコップをきれいにしてよ。全部飲んだ方がいいです。全部飲んでください。はい、飲みました、はい、2杯目いきます。はい、はい、こちら2杯目です。はい、あ、どちらにあるの？はい、こちら2杯目です。これはね、うん、匂いで分かったもん。うんうん、分かりました。うん、うん、3杯目いきます、うん、はい、手を出してもらって。はい、これ3杯目です。うん、匂いがしない。なんか難しくなってくんな、うん、これあの4杯目で決めるわ。はい、じゃあ4杯目いきます、はい、もちろん同じものは入れてないので安心してください。そうだよね。はい、大丈夫です。はい、こちら4杯目です。もう4杯目は分かった。うん、分かった。2と4は分かりました。あと1と3ですね、うん、はい、マスク取って大丈夫です、はい、大丈夫ですか？取り方わからなくなってきてこんなとこやってきてなあ、もう分かんなくなりました。ちょっとですね、はい、先に見せたらダメですよ、相手に。はい、答えください。上から1番って書いた方がいいの？はい、はい、
はい、じゃあ正解出してください。せーの、ドン。早高総研美茶、大吉家も、もう一緒一緒ですね。一緒でも、正解だろ。じゃまず一番目からいきます。はい、一、はい、番目は、ドーン。早高さあ、ほらほら、正解です。罰ゲームはないってことだな。そうですね。そうだな。はい、二番目、総研美茶は絶対まあ100当たってるから、これ当たってなかったら脱ぎますよ。さ、うん、本当か。はい、脱ぎます。じゃあ変えるか。いいですよ。はいはいはい、ダン。はい、もう、ね、これはね、もう匂いでプンときて分かった、すぐ。そうですよね。だからここが当たってたら全問正解だよな。そうですよね。どっちかもうね、4はね、ここで飲んでる味なんですよ。毎回毎日飲んでますね、うん、そうそう、はい、いや、俺もそう思った、やっぱり、うん、はい、どーん、3番目。え、嘘、え、こちら3番目、3番目これです。あ、3番目これです。ほら、見てみろ。ほら、ほら、ほら、見てみろ、ほら、ほら、はい、見てください、これが全問正解。全問正解。ほら、だから、佐藤はまだ甘いな。まだ甘い。袴田はもうゲのゲだったな。これはいかんな。そうですね。まあ、この動画を見てみたら、はい、もうおかしくて見れないよ、佐藤の動画。いや、そうです、滑稽でね。滑稽で。何を、ね、大騒ぎしてんねんと。お茶4本ぐらい当てろと。そうですよ、日本人ならね。日本人ならお茶の味ぐらい。で、ましてや静岡出身がおるらしいぞ。そうですよね。やっぱ日本人の心ですもん。心だもんな。静岡出身、総研美茶しか当てれなかったっす。おかしい。おかしいだろ。緑茶を当てないっていうのはちょっとおかしいですよね。おかしいよな。まあだけど良かったな。良かったですよ。ぴったしだったな。ぴったしでした。俺も自信あるって言ったろ。あ、言いました。そうだ、おっしゃ、ね、言ってましたもんね。で、綾鷹だと思わない方がいいよって。うん、なんなん一発目に綾鷹持ってきやがったとか思ってさ。あ、いや、もうここで分かったんですね。綾鷹な。あ、私はもう家門とここで分かったんで。いや、俺こことここが迷った。あ、多いよ、ちょっと家門が。そう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 。やっぱ伊達に何十年もお茶を飲み続けてないですね、我々。まあ年の子ということで。そうですね、ぜひ。そうです、年の子はそうですね。そうですね、ぜひお茶の CM とかね、来たら我々、ね、だからまあ、袴田がおったらさ、はい、ちょっともう一回罰ゲームさせてやりたいぐらいだけどな。そう、もういないかな。あれ、帰っちゃいました。帰っちゃったからな。そうそうに、ああ、もう一回見たかったですよね。うん、そうだな。ほうれん草。そうだな。はい。まあ袴田の自信があるやつで、はい、じゃあ森内勝負したらいいよ、今度な。あ、聞きなんちゃら。聞きなんちゃら。いいですよ。なんか聞き。多分お茶は相当自信あったと思うよ。例えば、各コンビニのジャスミン茶とかね。各コンビニ。そんな違うの？なんか各メーカーでしょ。各メーカー。各コンビニはお前ジャスミン茶出してないでしょ。出してないですかね。各メーカーのジャスミン茶当てとか。いや、もう一回私これでもいけますもん。何が？あの、袴田さんに勝てそうな気がします。そりゃ勝てるでしょ、当たってんだもん。そうですよ。袴田総研美茶しか分かんないって。そうですよね、うん、だなんか、まあ、ウーロン茶でも麦茶でも何でも。まあそうだね、はい、オレンジジュースでも、はい、まあそういうこと。終わろうとしてるんですか。え、勝負ついてないですよ。まあ確かに勝負はついてる。まあそうです、結局ドローですよね。え、そんなわけありません。延長戦。だって次これやっても絶対。いやいや、はい、ということで、もう一回延長戦するの、この同じやつで。いやいや、一つだけ入れます、スタッフが。そのお茶を当てろという。ああ、分かった。でも総研美茶も絶対来ないですよ。あ、同じやつを当てるのね。うん、同じものを入れますので、はい、うんうん、当ててもらうという。目隠しするの、もちろんですよ。お茶が決まりましたので入れます。飲んでいいの？あ、これ、これ。どう？はい。お、ちょっと待ってよ。こそこそ話しなかったか今。どうしてそんな疑心暗鬼なんですか？そんなことない。どうしたんですか？あ、分かったもん。この匂いで。うん、分かった分かった。あ、分かった。うん、分かった。はい、取っていただいて。はいはい。これ間違いない。本当ですか？うん。はい。はい。せーの、ドン。多いお茶。多いお茶。
あのね、いつも飲んでる伊右衛門じゃないと思ったんです、うん、正解は正解は全部わね、これね、決着つかない、この4本で我々だから罰ゲームは、はい、じゃあ今度またこういう企画であれしましょう、2つ混ぜて何と何が混ざったかおーそれは分からんぞ究極の舌を持ってたら、ね、何と何が入ってても当たると思うんですけどそりゃそうですよね、もうすごい強引やなこれもし当てられたら、うん、いやもうキングですよ、キングオブお茶ですよ、うん、2種類な2種類、はい、2種類これ当てたらすごいな、いやいやもうこれ当てたらあれですよ、もう超人ですよ本当、これは何、目を混ぜた時に目を開けてもいい、目を開けてもいい、飲む時はもう目開けてて大丈夫ですか、隠すんでしょ、何も喋らないあなた方、ね、なんかこっちはなんか滑稽な感じなんだろう、そうですよね、うん、さあ、はい、目え、これ取っても大丈夫ですか、取っても大丈夫、待ってくださいね、はい、はい、取っても大丈夫です、はいはい、あ、もう分かった、これあれだな、あの尿検査みたいななんてこと言うんですか、なんてこと言うんですか、一方が強いな、一方が、うん、分かった、あいた何お前答え書いてないだろうな、コップになんでそんな疑心暗鬼なんですか、だから何か尿検査の人の色をなんか見られた感じがしますね、だいぶ濃いよな濃いですね、水分取れっていう感じだよ、いやそうです、はい、はい、できた、うん、大丈夫か、大丈夫です、せーの、はい、はい、綾鷹爽健美茶、多いお茶爽健美茶、おお、爽健美茶は絶対そうですよね、入ってますよね、爽健美茶は入ってる、まず最初は多いお茶です、はぁ、あ、ほら、でも爽健美が入ってないと綾鷹だったらどうするの、豊さんの負けです、だってもう私多いお茶入ってる時点で一つ合ってるんですね、違う綾鷹は入ってないだろうな、あそうか、絶対爽健美茶ですよ、綾鷹の根拠は綾鷹の味がしたからだよそれも根拠も何もないだろ俺も一瞬考えたけどさ根拠はつったってお前味がしたんでもしょうがないじゃない、綾鷹の、うん、2つ目リリ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 で、綾鷹引き分け、ドローン、爽健美茶入ってないんだ、入ってなかったんだ、いや入ってると思いましたよね、これは分からんな4つ入れる4つ入れたら全部入ってますよ、分かれますよね、そう4つ答えかけばいいんで、じゃあ3つ入れて入ってないやつこれまだ無理入ってないやつね、入ってないやつ、はい、OK、 これもう後ろ向いてて大丈夫ですか、でもこれはもうすごいもう延長18回の再試合みたいな感じだ、そうですよ、だからもうやけつだもん、ま、スタッフも、ま、佐藤ももう3つ合わせて入ってないのどれなんだよみたいな、それだけすごいいい試合、うん、だ松坂投手と上重投手みたいなもんですよね、そうか、甲子園の、はい、うん、だ今度なんかコーラとかお前、ね、あの目隠ししてんのしてますって、なんで疑心暗鬼なんですか、今度コーラとかスプライトとかいろんなので、うん、さあ何が混ざってるでしょうっていうのもいいですよねそしたら、うん、もう口の中がお茶でわからないや、じゃあどうぞ、いいですか、いいの、はい、大丈夫、目隠し取りますよ、はい、んちょっと色一緒か、はい、入ってないやつだな、入ってない色を当ててください、あーお茶お茶当ててください、さっきと味が変わった、うん、香ばしさの中に甘みがありますね。もう当ててたらね、何も言えない。渋みが消えました。これしかないです。入ってないもの一つですよ、ね。Yes。せーの。イエモン。イエモン。嘘だろお前。本当ですよ。答えは。爽健美茶です、
やっぱ薄まるんだな。いやそうですね、薄まって創建みたいな味になっちゃうんだよね。ですよ。だってこんなに入ってるんですもん、創建美茶、うん、よく考えてみたら。そうですよ、月見草とか香ばしさは何だったんだろう。多いお茶の匂いがプンとしちゃうんだよね最初。あ、そうなんですね。で、創建美茶と綾鷹の香りが混ざったような気がしたんですよね。長くなるんで。そうですね、オチがなくなっちゃった。